차죠, 차죠. 聞いてるんですか? 今月度の我がデパートの売り上げが激減してるんですよ。 本能的心でして。 大々的なリストラをするとか社員の給料を大幅に削減するとかしていただかないと経営が成り立ちませんよ。特にその婦人服売り場やレストラン街で働く女子販売員は同業他社に比べて給料が高すぎます。社長の意向なのでこれまでは我慢してきましたが、さすがにこれだけ利益との差が開きすぎました。 なんとかしていただかないと。なぜです。働き手がなければ会社が成り立たないことは分かりますが、今は会社そのものがピンチなんですよ。はい。 もちろん分かってます。社長自らが先行に加わっていることもあって、うちにはモデル並みの美人が揃っています。ですが、それはあくまで容姿に限ってのことであって、売り上げにつながるかというと。 しかし、ですが。 それじゃあ失礼します。
やめてくださいよ。お茶がこぼれてしまいます。そんなつもりじゃ。本社の会長がいらっしゃってるんです。はい、さあ、それは存じ上げませんが。隣の応接室で室長とお話ししています。できません。我がデパートの累計赤字分は。うわ、どうなんじゃ。本気ですか、会長。ここまで来ているのなら仕方があるまい。我がデパートは業界でも一応一流と呼ばれるクラスのデパートなんですよ。そんなことはお前に言われなくても作ったわしが一番分かっとるわい。ごもっともで。一流だろうが大企業だろうがダメなもんはダメなんじゃ。どうなるんですか。まあ自主廃業という形を取るしかないじゃろうな。自主廃業。我がナックスグループも今やトータルで見てなんとかやっていけて
ているという状態じゃ。それぞれの支社でも独立採算が取れているのが全体の半分、残りの半分は互いに赤字分を補填しながらギリギリで経営しとるようなもんなんじゃ。それは存じておりますが。なんじゃ。せっかくここまでになったデパートを潰してしまうのはどうかと。室長。はい。ここの主力商品は何じゃ。服飾関連ですが。そうじゃ。この不況で最も影響を受けとる服飾が中心のデパートじゃろ。今後の見通しが明るいのなら何とか生かす手もあるが、今のままの莫大な赤字を抱えて存続させるほどマックスグループにも余裕はないんじゃ。では時期としては、まあ今年いっぱいというところじゃろうな。今年いっぱいですか。まあいろいろと事後処理もあるじゃろうが、それを考えてもこのくらいが限度じゃろうな。ありました。社員に通達するのもまだ先じゃぞ。はい。